線に味わいが出ますね。筆がスパッとこう、筆の先の幅が広がってくるんですね。少しこの某という字の辺の横線がちょっとこう食い込みすぎてしまって、隣の字とちょっとこう経過しちゃうような感じになっちゃったんですが、まあもう少し右から書いておいてもいいと思います。
ね。で、あの初頭の本に載っている手本ですね、参考手本は、まあ羊毛は羊毛なんですが、剣毛ですね、少し固めの筆で書いてます、お手本は。ですが、まあ、作品になると相当柔らかい、筆ですね。線に味わいが出ますね。剣毛だとどうしてもあの、まあ、側筆を使ったりいろいろすると綺麗なかすれも出るんですが、例えばこういったあの筆がスパッとこう、筆の先が割れたようなこう味わいのあるあのかすれっていうのはなかなかあのそうですね、剣豪の筆ではちょっと出しづらい、羊毛ならではの線なんですよね。普段剣豪を使っている人も多いと思うんですが、ちょっと扱いは慣れるまで難しいんですけどね、この羊毛の筆っていうのは。でもあのなかなか面白い線が出ますので、まあ、機会があったらこんな筆も使ってみると作品の幅も広がってくると思いますね。